NHK のすごいところは圧倒的にカリスマ投手の独断。西井社長が立候補したら具体的にどの辺からメス入れていく感じになると。本当これね、誤解があったら大変申し訳ないんですけど、大麻合法化とかから動くんじゃないですか。そんなことないですかね。レベル世界の潮流じゃないですか今。ありえます。あとタトゥーとかね。まあそうですよね。やっぱり子供とか教育とかへの予算配分すべきだとおっしゃってくれるんじゃないかなと思いますけどね。でお二人に聞きたいんですけど、今度 DJ 社長が NHK 党が立候補するって言って、うん、まあ結局なしになっちゃったんですけど、レペゼンのメンバーにこの前会った時にお聞きしたら、でも社長結局いつか立候補しちゃうんじゃないガチでみたいなことを言ってて、うん、で音喜多さんと宇佐美さんに聞きたいのが、もし DJ 社長が立候補したらどんな感じで、もうチャンネル登録400万人近いインフルエンサーで人気の高い方が N 国党から立候補した場合、どういうふうに世の中政治界隈変わっていくと思いますかっていうのを聞きたくて。どうでしょうか音喜多さん。いや僕も まず大体で YouTuber の方とかが誰が出ても立候補者も良いと思いますし、それは若い人を中心に影響力ある方々が政治の世界に来てくださるのはすごく心強いし、いろんな変化が期待できると思います。一方ででもせっかくチャレンジするんだったらやっぱりしっかり準備をしていただきたいな、ちょっと偉そうに聞こえるかもしれないんですけども、はいはいはい、まあ、その N 国の立花さんとたまたま知り合いで YouTube 一緒に出て盛り上がったから出るぜではなくて、ちゃんと政治塾に通ってみるとか、うん、実際選挙のボランティアに行ってみてチラシを配る、実際マイクを握って喋ってみる、有権者の方の意見聞いてみる、まあ、それを見ていく中で果たして自分は本当政治家になりたいのかとか、出るとしたら N 国なのか他の政党なのかっていうことをちゃんと見極めた上で、そういう YouTuber の方々が次々と出てきてくださるっていうのがすごい理想だと思うので、ちょっと僕レペゼン社長がまあその出るって、そして辞めるっていうプロセスはあんまつまめらかに知らないですけども、ぜひねそういう機会があれば維新だってお話しさせていただきたいと思いますし、いろんな政党の文句を叩いていろんな人の話をぜひ聞いていただきたいなっていうふうに思いますね。ありがとうございます。宇佐美さんはそれ知ってました？ N 国党から DJ 社長が。いやいいなと思ってて、いや僕自身はね、その音喜多先生には申し訳ないんだけど、維新とか自民とか立憲とか、まあ、国民民主も含めだけど、まあ、そういうところに行かないことに価値があると思ってて、なんか政策的な政策を決める大金みたいなのが決まってるわけですよ、一応そういう政党は、うんうん、でもそうじゃなくて、なんかとりあえずその登録タレント事務所的に登録だけしといて、でみんなの入ってる人が好きなことを言うみたいな感じで N 国党が機能すればいいと思ってて、で例えばまあね、入れずにしてなんで風呂入っちゃいけないのとか、まあ、そういう すごいもうなんかこう地べたの疑問をそのままぶつけていくみたいな、そういうちょっとなんかこうちょっと違う組織として N 国党が頑張ってほしいと思ってるし、そもそも NHK の値段下げとか NHK を潰すみたいなのもそういう話じゃないですか。いや高えよとみんな思ったのが、みんな言えなかったのを、まあみんな思ってる疑問をそのままぶつけるっていうのが N 国党だったから、で今回 AV 新報も反対してくれたし、だからなんかやっぱなんかおかしくねえってことを、そのなんか政治のなんかある種のこうな世界の独特なルールというか、その流れにこう飲まれずにそのままぶつけてくれる政治家がね、 N 国党に集まって、まあ10人ぐらい集まって荒らしてくれたらいいんじゃないかなと思いますけどね。ジャニーズの問題ってね、結構大事だ、えって思ってる人もずっといたから、まあ、ガーシーさんが取り上げたのも価値あると思いますよね。まあ、ガーシーさんどうかっていうのはあるんだけど、でもまあ言ってくれたの大事ですよね。お二人はレペゼンフォックスとはチャンネルは見てはない？いや見たことはあるって感じ。まあ見たことはね、 TikTok とかもよく流れてきますよね、レペゼン社長の動画とか。若新さんがファンらしくて、 DJ 社長ので、令和の虎の林社長も仲いいというか絡みがあるんで、今度ライブを、もし DJ 社長が立候補したらどうなるかっていうライブをするんですけど、その前にお二人の意見を聞いてみたかったんで質問させていただきました。まあとにかくお二人の共通としては、ああいう人がやっぱどんどん政治家目指してもらって太鼓叩いてもらった方がいいっすよね、やっぱり。もう特に N 党から出る意味があると思う。
思う。僕はあんまりそこは表層がない意見は違うんですけどもせっかく出るならなんかもう少しなんかあるんじゃないかなって気はしますけどね。でも時田さんの全く言う通りで、ビジネス社長がおっしゃじゃあ俺も出るわってなった時に他のメンバーが止めた理由としてやっぱファンのこともあるけど、ビジネス社長が結構突っ走る感じの人なんですよ。もう思い立ったらなんでちょっとつ盲信なんで、ちょっとまあとりあえずちょっと冷静になるよってなだめた感じらしいんで、マジで音喜多さんの言う通り万全な状態で出るなら出てほしいですよね。いやなんかそれで、ね、いろんな政党を覗いてみて経験してみた結果、宇佐美さんのような、ね、結論にそこまで分かった上で、宇佐美さんも官僚だから分かった上でああいう、うん、あの ぶち抜く政党に人が集まることが必要だっていう確信を持つならそれは一つだと思うんですけども、ただ多分まだそういう比較とかがする前にあの声かけられて、まあ、そういうご縁があったからっていうので突っ走るのはちょっとねまだもったいないというか、せっかく時間もあるし知名度もあるし慌てる必要はないとすれば、別に慌てる必要は1年2年とかじゃなくて1ヶ月2ヶ月でもちょっと勉強したり経験してもらうといろんなね違いが見えてくるんじゃないかなって気がしますけどね。結局ガーシーさんって来なくてあれまかり通るんですか？まあ、まだまかり通るかどうか決まってる、まあ、少なくとも臨時国会来てないですよね。まあ、来年来るかどうかわからないですけども。まあ、僕はやっぱ来ていただきたいと思いますし、なんかせっかくね、バッチつけて、まだ、その、まあ、浜田さんとかね、いろいろ活動してる方もいる一方で、やっぱりまだ未知数の方もいらっしゃるんでね、なんか、うん、そういう意味ではなんか、皆さん、もうちょっと国会で大暴れしていただきたいと思いますけどね、せっかくですから。はい、って感じで、宇佐美さん、なんか他にも、なんかありますか？議員っていうのはさ、その、国民のさ、バランスに、応じた人が選ばれた方がいいからさ、まあ、カチッとした政党の、まあ、ある種、まあ、支持者になって、きちっとした政党が出来上がるっていうんじゃなくて、選挙行くんだったら知ってる人に入れるかみたいなノリで、コミュニケーションを、まあ、YouTuber とか TikToker と取ってる延長で政治と携わっていくみたいな、まあ、別の入り口があって、まあ、そっからね、ちゃんと政治に目覚めていくみたいな流れがあっていいと思うんで、まあ、インフルエンサーがそのまま政治家になって、インフルエンサーやりつつ政治もやるみたいのは、すっごくいいと思う。で、なんか、その、まあ、そう、その味が薄れちゃうから、その政党と、それはあんまり良くないと思うんだけどね。でも、おたきださんみたく盛り上げてほしいっていう人もは、ごく稀ですか？みんなやっぱり、ああいう人が来ると、うわ、うっざとか、遊びで来んなよとか、なんか、やっぱそういうふうに捉える人の方が多いんですか？感覚的には。どうなんで、まあ、政治の世界の中もね、もちろん芸能人とかいっぱい呼び込んでるわけですから、なんかそういう著名人を利用したいっていう、その、まあ、上の人の方の人たちも含めていらっしゃると思いますけど、多分それもうテレビ芸能人に比べて YouTuber って本当に得体が知れないって特に年配の議員は思ってるので、そういう意味では怖いというか、まあ、宇佐美さんが言うようにやっぱ組織の高度みたいのがあるし、その中に本当に収まんのかこいつはみたいな、芸能界はまだ事務所とかがあって上下関係があってルールの中で生きてる人たちだけども YouTuber ってそれすらないので、だそういう意味での怖さみたいなものはみんな思ってるんじゃないですかね。ほら、うん、期待しましょう。はい、ベゼン社長もまた正解でお待ちしております。